んのよ。キモいから早く出て行ってよ。え、お前が俺の部屋から出て行け。バカバカバカ、変態変態、そんなわけないじゃない。ちょっと聞きたいことがあっただけなんだから。何かって、教えて欲しかったら土下座しろ。お兄ちゃん、何この成績、妹として恥ずかしいよ。え、なんで俺の成績知ってんだでしって。バカバカバカ、変態変態、そんなんじゃないんだから。私の方は科学とかできるんだからね。別にお兄ちゃんが苦手な科目を特に勉強して教えてあげようとか思ってないんだからね。ちょっとどこ行くの、まだ話終わってないんだけど。それに何、ベッドの下の隠してるやつよ。そのいやらしい本とか、そんなんだから成績下がるのよ。それに、なんでさ、妹のばっかなの。そんなのを見るくらいなら私のを見ろ。今度買い物に付き合い